大阪アメニティパークは大阪府大阪市北区天馬橋一丁目を中心とした約5ヘクタールのエリアにある複合施設である。略称は OAP。三菱マテリアルと三菱自所が共同で行った三菱金属大阪製錬所跡地の再開発として1996年から2000年にかけて順次開業した。各となる高層ビルは OAP タワーである。大川のほとりのウォーターフロントという恵まれた立地を生かし、オフィス、ホテル、ショッピングエリア、高層住宅などが集約した大規模複合開発プロジェクトであった。ところどころに精錬所を模した建築デザインになっている。一部箇所は当時の建築物を移設、復元したものを使用している。また、分譲された OAP レジデンスタワーを除いた。 施設全体は OAP タワーズと呼ばれている。OAP に面して流れている大川では遊覧船、アクアライナー、グルメミュージック船、ひまわりが運航しており、OAP 内にある大阪水上バス OAP 港から乗船することができる。土壌汚染や地下水汚染の事実を引匿して住居を分譲していたことが後に発覚し問題となった。ありがとうございます。